申し訳ないと思っております。今度やったらもうあとはもう構いません。本当に知りません。とにかくもうねしっかりしてちょうだい。去る10月30日に大麻と覚醒剤事件で懲役1年6ヶ月執行猶予3年の判決を受けました歌手の美川憲一、月曜日に、お伝えしましたようにお詫びの記者会見を開きまして、来年復帰の希望を明らかにいたしました。執行猶予付きというこの寛大な判決の陰には阿波谷紀子さんの減刑嘆願書も見逃すわけにはまいりません。この阿波谷さんに美川憲一について鬼沢さんからいろいろ話を聞いてもらいました。三河健一自身もですね、はい、実刑の懲役ですか、覚悟してたと思うんですけどね。実はその綾川さんが今おっしゃった通り、彼の才能を買いましてね、何事もいろいろこう相談に乗ってきたと。それで嘆願書を出したんですけれども、どういうお気持ちでその嘆願書を出したのか、改めてですね、昨日聞いてまいりました。ちょっとご覧になってください。この前の裁判に僕ちょっと行ってましたら、綾川さんがその嘆願書っていうものをね、書いてくれまして、彼もそのおかげでね、今回なんていうんですか、執行猶予っていう形の中で、出てくることができたんだろうと思うんですけどね、やっぱりこう嘆願書を書くにあたってね、青井さんはどんな気持ちでいらっしゃったのかなと思いましたね。実のこと言うと非常に迷ったんです、だけれどもね、もう一度だけね立ち直れるんじゃないかっていう、それこそ一流の望みですね。で今度やったらもうあとはもう構いません。本当に知りません。もうでも考えてみますとね、52年から何度も警察に検挙されたりなんかしてね、つまりお前さんはやってんのか、いくらいかないことなんだぞと言われながら、そんなことはやってませんって開き直ってずっと来たわけでしょ。そうですってね、そうと3度目に捕まっちゃった。知らないんです私それ。それでこの間ほら、この間のその前の時に週刊誌でちらっと見たんですよね。あらーと思ってね、それからもうねコンサートちょうど一緒だったんです。その時にね、決してでね、あの週刊誌の書いてることだけを信じないでくださいって舞台で言ったんです。なるほどね。もう絶対にやってないんですから私は保証しますって言ったんです。帰って3日目ですよ。また旅先でそれ聞いて本当に胸が潰れるような思いしましたよ。今回はいわゆる大麻どころかね、覚醒剤まで。そうです。自分の体を壊すのことですよ。でそれはそうなんです。だからね、執行猶予ってことは許されたことじゃないのよって。そういうことですよ、まだあなたはちゃんと罪のを背負ってるんだから、あんた分かったわねって、今度はもう私構わないわよ、本人にももう言ったんです。だから本当本当にね、いい人間になってくれなければ困るんです、たやすいことですよ、悪いことするのは。ね、すぐにたやすくて、良くなる、のには、とてもとてもね、日にち、時間、もう心ですよね、自分の。それがかかるんですからね。とにかく、本人のその自覚の問題ですよね。そうなんです。もうそれ待つしかないと思うんですけど ね、 はい、若さってものは二度とないんだし、あなたももう40という声でしょ、それもう半分若さがないのよって。だからその早くきちっとした人間になってちょうだいって言った。お母さんを見るともうどうにもね、母親の立場をあんたも考えなさいって言ったんですけどね。
れ友達が悪いですね。だけど友達が悪いって言ったってそれに染まらなきゃいいんだから。そういうことですよね。染まることは絶やすいかもしれませんよ。でそれとね、はい、あと彼はそのつまり大麻だとか覚醒剤で走ったのは、はい、仕事がうまくいかなかった、はい、事務所の方もうまくいかなかった、うん、なんとなく寂しかったからだ。それは言い訳ですよ、うん、言い訳、はそれはね、うん、誰でもあるの、そういうことは。私なんか年中マネージャーにねひっくり返されていたでしょ、うん、それでもああまたかと思って、うん、もうちょっとおらかね気持ちになって寂しいとかそんなんじゃないでしょう。他にいくらだってね、うん、やることあるでしょ、うん、寂しいならあのガールフレンドでもね、うん、ボーイフレンドでも何でもいいから友達が慰めてくれるでしょうね、うん、そうです。負けてはいけないんです。そういうことですね。しっかりしてほしいですね、まあ、70日間、はい、あの交流生活を送ってきましてね、まあ、警察の人も、はい、検事さんも、まあ、とにかく戒めの意味でね、はい、僕は交流してたんだと思うし、その痛手をねこれからやっぱりこれからの人生にうまくこう、ま、跳ね返らせてね。そうですよ。まだね、うん、心のある方たちがまだいらっしゃるからいいけれども、これに手放されたらもう終わりですから ね、 ね、とにかくもうねしっかりしてちょうだい。先日オリンピックの水泳選手の大麻事件というのがありましたけれども、その対処の仕方を見てますと芸能界っていうのは甘いなと、こういう声があるのも事実ですね。ですね、はい、これがやっぱり他の社会でしたらもう二度とですね、うん、やっぱもう復帰できないと思いますよ ね、 ね、で仏の大顔も三度までって言葉がありますけれども、はい、今度の不祥事やっぱり最後にして、うんね、青谷さんのそのありがたい言葉とね、はい、まあ、よくかみしめて、はい、もう本当猛反省してほしいと思いますね、はい、そうですね、まあ、あの日頃厳しいことをおっしゃる青谷さんですね、やっぱり先輩として温かい気持ちで、はい、あの三河健一を見守ってるなと思いますが、はい、無にしてほしくないと思います。本当にそう思います。さあ、ところでその青谷のりこさんなんですが、今年77歳喜寿で、あるわけなんですけども、そのお元気な青谷さんが66歳の高秀夫さんとジョイントコンサートを開いた。すごいですね。今日お二人合わせますと、はい、143歳になるわけですね。ですよね、うん、まあ、とにかくね、一昨日から池袋のサンシャイン劇で開かれているんですけれども、はい、まあ、昨日ようにね、うん、青谷さんがこの枯葉、うん、もう僕聞いてしびれてきましたよ、うん、とにかく別れのブルースなどおなじみの曲を、うん、まあ、披露してくれるわけですけどね、うん、それとコウさんも、うん、もうシャンソンの他に、雪の降る街を、特にありますよね。そうです、二人で特に20曲以上も披露してくれるんですけどね、まあ、たっぷりこう大人の魅力というか、う世界をね披露して酔わせてくれるんですけれども、まあ、とにかく息のあったそのディオっていうのはびっくりしましたよ、はいはい、聞かせてよ愛の言葉なんて歌ってくれましたけどね、はい、とにかく40年間こうやってやってきたんだそうです、うん、見てると楽しい舞台ですね。あら、そうですか。息がぴったりっていうんですかね。そうです。あ、それはね、練習ないんですよ、うん、みんなアドリブなんですか。もう練習全然喋ることはアドリブが、歌うのも普通だったらね、うん、2日か3日ね、全部通しでどの、この間どっかから汽車でもって上に追いついて、自動車の姉様が来るって言ってやって、うん、ちょっくら2人で掛け合いの歌をやって、うん、それだけです、うん、当日だって言ってね、当日だって。それでなるほどね、うん、あの、お年のこと言うと怒られちゃうかもしれないけれども。怒らないわよ。そうですか、77、今年確か喜寿ですよね。そうですよ、去年喜寿。あ、そうですか、ね、喜寿ね、あの数えで勘定するんです、ね、ああいうのは。あ、そうですか。そうすると喜寿っていうのは去年で、
今77歳。そうです、私なんかいつまでもいつまで歌うんですかってね、うん、言われるんですけどね、うん、いつまで歌うんですかってこれは答えられませんね、いつまで歌えるっていうことは ね、まあ、死ねばその人が終わりであってね、うん、だからもうあの基礎っていうものが大切です ね、うん、ね、いや若々しくて元気ですね、本当ですね、喜寿なんですよね、もう、まあ、とにかくね驚いたのはね、うん、まだもう一度クラシックを勉強したい、その言葉に僕もね思わず頭が下がりましたけれども ね、はい、とにかくお二人のステージ、うん、明日の夜までやってるそうですから、小西さんでした。